明日は吉本満載劇場で月刊コント11月号があるのよね。楽しみっしゅ。今回はゲストにクロコップさんが来るんしよね。そうそう、つぼみ大革命のエリカさんもコントに参加するみたいなの。一体どんなコントになるか楽しみすぎるっしゅ。うんうん、じゃあそろそろ始めよっか。うん、タマピーとワラットです。よろしくお願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀ザザなどを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。ビーゴー音楽対決は本当に冬のフェスって感じっしゅ。そうそう、毎回大盛り上がりの最高のイベントなの。今回はゲストに誰がいるか気になるっしゅ。うんうん、それではイーコーレッション。ブーさんすいません。え、おはようございます。雨の中撮影ですか？告知チャレンジ？告知チャレンジ？はい。なんすか急に。と、ヒーゴー音楽対決の告知をしていただこうと思います。おう。しかし、あるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。挑戦。はい。こちらは関西の劇場で行われるライブを告知する情報発信動画となっておりまして、今撮ってる動画は登録者47万人の吉本興業チャンネル見て流れます。すごいな、47万人。そしてその告知をかけてしていただくゲームは即興ラップチャレンジです。即興ラップ。ふぅ、肥後さんはラップが得意とのことなので。フリースタイルティーチャーで1回戦負けしてんのに。肥後さんのラップが聞けるの。こちらのライブの魅力、いいところをビートに乗せて言っていただきます。肥後音楽対決、1つやると告知時間5秒で言えた数かける5秒告知することができます。5秒かける難しそうなチャレンジしゅよ。私がします。マネージャーさんが。はい。制限時間はマックスで20秒です。はなるほど、20秒。はい、じゃあ行きます。行こう。よっしゃ、スタート。いや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 、急に来たマネージャーさん。で、告知ラップやってくれって。やるよ、だってマネージャー俺チャレンジャーだったからさ。俺あんたなめんなって言いたいよ。だからヒーゴー音楽対決、俺を盛り上げるためにやるぜ。好きなメンバーばっかり集めたぜ。ヒヤビスケットブラザーズ。おった。急に終わった。マネージャーさん、正直もらえたんや。今しっかり伝えてあげて。もらえたんや。 ありがとうございます。甘くして3つ。甘くしてちゃんと言うの。わかりました。ヒーゴー音楽対決、11月22日夜7時から、90分ライブとなっております。オンライン配信もあります。ゲストにかがやが来てくれてます。かがやがね、あれもともと何回かこの ライブやってるんですけど、オンライン配信で見てくれてたんですよ。だから僕呼んじゃいました。輝、輝け。はい、はい、ありがとうございました。大丈夫かなこれ。めちゃくちゃ滑ってるやんこれ絶対。今回はゲストに輝さんが来るのね。輝さんがこの音楽ライブに参加して、どんな化学反応が起こるか気になるっしゅ。前回も奇跡と波乱の連続だったから、今回も楽しみね。次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。失礼します。ものすごくくつろいでるわね。くつろいでたな。おはようございます。おはようございます。はい、今からいきなりですが、トトトの告知をしていただこうと思っております。ありがとうございます。嬉しい。はい、で、しかし、あることに挑戦していただかないとちょっと告知することができませんので。はい、はいはい、挑戦してください。うわ、はい、何やましょう。で、その挑戦が、相方チャレンジということで、はい、テクニックさんには、相方田村さんの直してほしいところを3つ書いていただきます。うわー、直してほしいところですか。直してほしい。はい、100個じゃダメです。そんなあんの。ベスト3を、ベスト3を書いていただきまして、はい、で、書き終えたら、今度60秒以内に、はい、田村さんは、何と書かれたかを当てていただくこと、当てていただきます。やります。絶対やめてくれよ。告知できへんねん。それは嫌やけど。でかいぞ、これは。酷やな、俺これ。
マジの直してほしいとこ書いてるから、それ考えて。もうほんまボケとか一切ない。もうマジであれや。テクニックさんの圧がすごいし。嫌やな。はい。はい、では行きます。はい、よーいスタート、準備が長い。違います。おしゃれ自慢が鬱陶しい。違います。女性好きが嫌。違います。まあその自慢とかそういうのやめてほしい。あ、それギリランクにせんかった。それギリランクにせんかった。その何もやってネタを書いてほしい。あ、それはそう。その努力していない。違います。面白くない。違います。さん、自分でどんどん悲しいこと言ってるわね。残り10秒。おい、何個あんねん。もう1個ぐらい当ててくれ。ヒゲが濃い。違います。このセンター分けが鬱陶しい。違います。最悪や。マジで嫌やこれ。何書いたん。いいですか、正解。はい、ちなみに正解は、はい、男前すぎるところ、優しすぎるところ、面白すぎる。もうええわ。もうええわお前。正解はこの3つです。俺自分でむちゃくちゃ出たやん。自分ですごいこと言うてたな。努力をしないところ。いやいや、してるし。努力してないよお前。やめろや。いやいや、これ直してほしいもん。直さんでええとこや。おい、マジか。正解ですか。はい、告知なし。残念でした。告知が、はい。うわ、告知なしな。俺嫌なとこ YouTube に全部出て、はい、最悪や。このライブは NSC42期、芸歴3年目の同期4組での超フレッシュなユニットライブなのよね。最近劇場に入ったライ麦さんは1億の竹屋さんに似てるって一部ですごく話題になってたっしゅ。この前一緒に写真に写ってたけど本当に似すぎてたわね。お、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。はい、丸亀ちゃんこさんだわ。おはようございます。何？来たよ。何か来そうな雰囲気はしてたのに。フリップとペンだけ渡される状態。いきなり告知チャレンジです。えかけるの時間の告知をやっていただこうと思います。お願いします。もちろん。しかし、はい、あるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知をすることはできません。その告知をかけてやっていただくゲームは、アカペラオリジナルソングチャレンジです。かぐちゃんのやつや。最僕が一気に解放された今。あれ消そうかな。何？制限時間60秒以内に北村さんに好きな単語を3つフリップに書いてもらい、はい、その単語を入れて即興で安場さんにアカペラオリジナルソングを歌っていただきます。あれむずいやん。60秒でえぐいな。単語を歌の中で3つ消化しないと告知はできません。失敗となります。で、告知時間も込みで60秒なので早めに消化できるように頑張ってください。ちょっと頼むでさ、それ大事やで。いやもうこれもう、それはもう告知せなあかんわけやから。うん、ええやん。あ、なんか良さそう。あ、ほんまかお前。ダダン、グミ、スペイン、恋人。3つの単語が難しそうすぎるし、北村さんひどいしよ。告知を含めて60秒なので早めに消化するようにお願いいたします。それでは参りましょう。アカペラオリジナルソングチャレンジスタートです。進んでてるぞ。告知もせなあかんねんからな。恋人がくれたグミはあの日訪れたスペインの成功です。もう成功。マネージャーさん判断早いな。素晴らしい。告知お願いします。はい、ということで、かけるの時間11月23日の水曜日17時45分開演で、俺の宮吉本漫才劇場にて、開催します。 MC がタクロ、出演がドーナツピーナッツ、僕ら丸亀ジャンボ、カンフーカンフーフミ、ハイスともの会、マーメイドとなっております。前より1200円当日が1500円、有料配信もございまして、こちら通常1200円のところ、今イベント終わり対象公演ということで960円で見れます。ぜひ皆さん見てください。そして来てください。お願いします。タクロがやったらええやん。ほんまやな。ほんま、なんで俺が滑らなの。でもいけたから。いけてないで。よくやった。かけるの時間は毎回 MC が変わるのが一番の見どころよね。 MC によってネタ順もコーナーも全然違うから毎回違う楽しさがあるっしゅ。今回の拓郎さんの回は一体どんな回になるのかしら。あ、
次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。ない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 。おい急にカメラ回して、何してんすかこれ。何してんすか、何してんすか。お前よく知ってた。何してんすかこれ。おい、そうさ、そんなパおかしいよな、こんな急にカメラ回って、これ 何してんすか。そんないけるお前の方が怖いから。何してんすか、ちょ出てってください。コウタロウさん怒りすぎよ。何すかこれ。はい、言うてくださいよ。あの、いきなり告知チャレンジです。いきなり告知チャレンジ。おか何言ってんすか。知ってた。何いきなり告知チャレンジ。知ってた。やばいよなこれ。お前でやばい。なんすか。ノルウェージャンフォレスト男女の告知をしていただこうと思います。ユニットの、はい。しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。なるほど。その告知をかけてやっていただくゲームは逆立ち大喜利チャレンジです。逆立ち大喜利。コウタロウさんが逆立ちが得意というと、あ、という、え、すみません、もう一回言ってます。コウタロウさんまた怒られちゃうし。コウタロウさんの特技が逆立ち大喜利ということで、今から制限時間30秒以内に宮北さんに大喜利のお題を言ってもらい、その回答を逆立ちした状態でお答えいただきます。一つ答えると告知時間5秒、はい、言えた数分のかける5秒分の告知をすることができます。なるほど。判定は私マネージャーが行います。はい、それでは行きましょう。逆立ち大喜利チャレンジスタート。こんな学校は嫌だ。どんな。校長先生が6人おる。ダメ。これは なんなんお前や。ダメ。なんなんすか。ちょ30秒やから早くやって。ダメ。早くちょっと食べてもダメ。いいや早く。ちょっとちゃんと。こんな病院は嫌だ。どんな病院。点滴がヤクルト。オッケー。オッケー。こんな美容室は嫌だ。どんな。店員さん全員スキンヘッド。オッケー。こんな残り10秒。幼稚園は嫌だ。どんな。大人多い。オッケー。終了です。3オッケー。3つオッケー出ましたので15秒告知をすることができます。はい、それでは、はい、告知15秒、はい。よろしくお願いします。はい。11月25日金曜日に、ノルウェージャンフォレスト男女という、イベントが18時25分から森の宮吉本は全員来た。はい、危ない。はい、力こぶ踏み、ハンガーレ熱狂水星チークダンスが出ますのでよろしくお願いします。白です。ぬるっと帰んな、ぬるっと帰んな、ぬるっと帰んな、おい、ぬるっと帰んな、おい、おい、安ば、こいつ、捕まえてくれ。どうしたんや。すいません、めちゃくちゃなことさせてきて。どうしたんや。めちゃくちゃなことさせてきて、あいつ、ほんま。どないしたんや。大丈夫、ごめん。そんな感じで来られる。え、知ってた。知らんかった。力こぶさん、ふみさん、水星チークダンスさん、ファンファーレと熱狂さんは全員気が違うからすごく新鮮なライブ集。このライブ、フライヤーがすごく可愛かったからぜひ一度 SNS で見てほしいな。確かに可愛かったっしゅ。ゲストも豪華だからぜひみんなも見に行くっしゅよ。今週も面白かったね。来週もまた新しい動画が届くみたいだからぜひチェックしてね。気になる公演はホームページをチェックっしゅ。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は11月19日配信だよ。みんないと怒るっしゅよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあ